こんにちは。ディナー&ティム、アメリカ暮らしです。本日はトラベルトレーラーの旅、レディングのコストコへという話です。トラベルトレーラーの旅についてお伝えをしたいと思います。このチャンネルはロサンゼルス在住リタイア夫婦の日常をお伝えしています。ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。映像の方はいつも行っているコストコではありません。今回トラベルトレーラーで旅をしている間に行ったレディングという町のコストコです。こちらはおそらく北カリフォルニアの一番北にあるコストコではないかなというふうに思いますね。この先のコストコ、まあ、北の方になりますけれども、もうオレゴンの方にしかないのではないかと思うんですけれどもね。さて、いつも行っている、我々トーランスのコストコと、多少は違いはあったようですね。入り口がね、ミニバージョンと左バージョンっていうのがあるんですけれども、我々がいつも行っているコストコは、左バージョンですね。で、今回ここのレディングのコストコはミニバージョンということで、やはりね、少し、商品の配置は変わっているのではないかと思います。こうやってね、旅を続けていてもやはりね、必要なものというのは、バナナとかそういったものをね、買うようにしております。そしてね、バナナ売り場に来て、まあ、今回はね、7本ぐらい買えばいいかななんていうことでバナナを買いました。しかしね、我々のところよりは少し値段が高いですね。まあね、これ輸送コストとかあるんでしょうかね。まあしょうがないのかもしれないです。それからですね、まあちょうど前回も、ご紹介した通り、味の素の餃子がね、ここでもあったので、まあ非常にあれがあると便利なのでね、やっぱりこちらで買いました。それからね、お米なんですが、カルローズ米、要するにカリフォルニア米がね、トランスのコストコには売っていないんですが、こちらはね、売っているのが分かりました。で、いろんなFacebookとかその辺の情報を調べたところ、このね、カルローズ米というのがどうも、南カリフォルニアにはなさそうだと。しかし北カリフォルニア、サンフランシスコ周辺の方だったと思うんですが、そちらの方はね、売っているということだったんですね。ずいぶん前までは、我々住んでいるトーランスのコストコもこの、カルローズ米を売っていたんですが、残念ながら今はね、これもう数年売らなくなってしまいましたね。確かね、コロナの後は一切見ていないと思うんですけどね。なぜ売らなくなったかについてはちょっとよくわからないです。それからね、ちょっとこちらで、美味しいね、牛肉でも買って、今日宿泊する、KOA のマウントシャスタでね、何かしようかなと思ったんですけれども、いつも買っている和牛は置いてなかったですね。やはりね、我々住んでるところはやはりちょっと高級志向の方が多いんじゃないかななんていうふうに思いますけれどもね。なぜ置いてなかったのかはちょっとわからないです。ひょっとしたら別の日は置いていたのかもしれないですね。まあその辺はね、ちょっとよくわかりません。それでね、牛肉いいのがなかったので、どうしようかなと思ってふと見てみると、マグロがね、置いてありました。これマグロっつってもね、
アヒツナというマグロで、日本名は多分ね、キハダマグロだと思います。ハワイの近海で獲れたものということで、これはお刺身で食べられるので、まあ、ここまで来てお刺身ってもないんですが、やっぱりね、日本人はお刺身食べたいですよね。ですからね、今日はね、お刺身を食べようということで、キハダマグロを買いました。ただそうはいえね、一番小さいのを買っても結構な量ですね。今日全部食べきれるかななんてちょっと思いましたけど、一応冷蔵庫はね、トレーラーの中にあるので、まあそんなに、腐るような話ではないとは思うんですがね、果たして食べられるかなという、そんな感じであります。さてね、そしてこの時は気がつかなかったんですが、まさかね、このトレーラーの旅をしている間にお刺身を食べるとは思っていなかったので、わさびを持ってきてなかったんですよ。やっぱりね、わさびで食べたいなということで、実はね、この後、マウントシャスタの、アルブサイトに到着した時にね、あ、ないよねっていうことになって、近くのですね、これはアメリカ系のスーパーだと思いますけどね、とにかく行ってみたら、ちゃんとね、練りわさびありましたね。そんなわけでね、これはラッキーということで練りわさび買いました。まあ、今日はね、お刺身とちょっとアンバランスなんですが、先ほどの味の素の餃子と、それからね、ご飯を炊いて、夕食にしようかというふうに思っています。さてね、ここで着いた時間がちょうど昼でして、ここからまたね、どこか何か食べ物を探すというのも大変だったので、こちらの方でね、このコストコのフードコートでね、久々にね、ピザとか、そういったものをね、食べました。ほんとね、久々ですね。まあ昔も今もここでの食事っていうのは本当にね、こう20年ぶりぐらいかなと思ったんですが、まあ20年前とそれほど値段変わらず、コストコでね、こういった食事を提供しているというのはありがたいですよね。そしてね、野菜がね、やっぱりどうしてもこれトレーラーの旅をしていると、不足がちなので、最初はですね、シーザーサラダを、パックで買おうかと思ったんですが、あまりにも量が多いので、買うのをやめていたら、フードコートで、シーザーサラダが売っていて、それだとね、2日分ぐらいで食べきれる量だったので、まあ、多少割高ではありましたけどね、そちらで、買いました。まあ、今日はね、そんな具合で、夜、マウントシャスタの方では、お刺身と、餃子とですね、ご飯と、それからシーザーズサラダということでね、メニューは決まったということであります。いやー、やはりね、違った地域でのコストコを探索するっていうのは楽しいですね。置いてあるものはそれほど変わってはいないんですがね、結構ね、面白いところがいろいろ違ったりします。っていうのはね、アメリカ人は、牛乳をですね、これね、ローファットミルクとかいうのを好むようですね。だけどね、我々日本人はね、そんなのは日本で買って飲んだことがないので、普通はね、フォルミルクですよね。で、これがね、場所によってはね、売ってなかったりするんですね。ローファット、要するに、低脂肪のね、牛乳しか置いてないとかね、そんなことがね、
よくありますね。まあ、ここはねちゃんとそういったものが、用意されていたので、それほどね違いはないかというふうに思いました。もちろんねハロウィングッズも売っておりますし、ほとんどね変わりはないかと思います。本日はトラベルトレーラーの旅、レディングのコストコへというお話でありました。それではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。